ちょっと飲んで飲んで食べて食べて次の曲はですね、今ちょうどねウクライナで非常に戦争が行われていますけれども、イマジンという世界の平和を、願う歌です。この2番目の歌詞がね、日本の作家の村上春樹さんのね、ここのところを強調してましたけども、世界に国がないと想像してごらんよ、こんな難しいことじゃないから、そうすると人を殺すことも国のために死ぬこともありません。イマジンというビートルズのジョン・レノンの曲です。No hell below us.
ですね。でね、あの地道にずっとね、何年も留学生の皆さんのお世話をしてるっていうことがこう評価されてね、良かったなと思ってます。ね、であの、まあ、引き続きね、皆さんからあのずっとこれから来る留学生のね、あの後輩の人たちのためにこうずっと引き継いでいってくれるといいなと思ってますので。では次の曲はアメリカの曲でですね、イーグルスというバンドが歌った曲で、あのホテルカリフォルニアです。ホテルカリフォルニアも意味深な曲でですね、これはあのベトナム戦争の後あたりにできた曲なんですけども、あの蒸し暑い時に車で道路を走ってるとですね、ホテルが見えてきて、そこのホテルで休憩しようと思って入ったら、もう出られん贅沢三昧の暮らしをしている人たちがいて、ベンツに乗ってね、ティファニーの宝石をつけて、その怖くなってですね、そこから逃げようとしたけども出れないと言われた。もうホテルカリフォルニアにウェルカムですから、あなた二度と出れないですよと。なんかね、贅沢な暮らしをすると、ね、出れないという、そういう歌に私は受け止めてるんですけど。Yeah.
69. Still those voices are calling from far away. Make your means a little, just hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Misaki 巡りのバスは